姉川、志津ヶ岳を支配下に置いた豊臣軍の勢力は次第に拡大しつつあった。次に豊臣の軍事力を揺るぎないものとする必要があると考えた秀吉は、高度な兵器製造技術を求め、長宗我部元親の治める四国の地に攻め入ったのであった。秀吉、あの兵器は君が持つにこそふさわしいよ。破天荒海俺の庭に土足で踏み込むとはいい度胸だな。おい、やるぞ！豊臣を歓迎してやんな。さて、どうする秀吉。聞くのでもない。全身丸のみよ。俺と腹ってのか、攻撃仲間が。兄貴は俺たち全員で守るぜ。来るぞ、うん、こいつら荒くれもんか、うん、これで少しはおとなしくもなろう。他にもこんな奴がいたとはな、海を渡るんだ。この命、兄貴に預けたんだ。負けはしねえ。状況は有利か。この調子で進めよう。鍛えた底力を見せてやんな。余力を残しているのか秀吉。その通り、我の本領はここから。格が違うのだぞ。まず分からぬか。そこの君、秀吉はまだ本気じゃないよ。ほわはれ、朝抜きよし、進め。砂山に作った城ぐらいでいい気になんなよ。田舎の猿は人を笑わせるのが得意だ。そう、どんな芸を見せてくれるってんだ。生ぬるいヘラズ口よ。我らが
大将が活躍ぶり、おとりを聞け。くそ、しょっぱい手だぜ。世界はとても狭い。もう少し視野を広げることをお勧めするよ。お宝がないなら命いただくしかないぜ。迷わず突き進もう。未来に向かって。こいつで遊んでみるか。やるぞ。スピン。地の利は俺らのもんだ。地の利に頼ったところで我には勝てぬ。この国は滑る器だ。間違いないよ。てめえをぶっ殺してくる。今こそ兄貴に恩を返す時だ。国の恋人には伝えとくぜ。取り入れるべきだぜ。面白い。バンベ
我が軍を兵器としていただくぞ。了解した、秀吉。バカな、俺らの技術の結晶が。なんてことしよう、さったるが。兄貴、寮ってのは流れを読むんだよ。俺らを煽ってんのか、舐めてんのか。知らずの田舎者がよ、分かってんだろうな、この長宗我部元親を楽しませろよ。豊臣の猿ってのはお前のこと、噂以上にでかいと見かけどうしか。お前がこの島の鬼、小さい島に似合いの鬼。実戦闘技まで今回何度で試させてもらおうが構わねえ。そんなものを我が前には無理かよ。小さき器に水を注いでも水は溢れるばかり。調査官、お前のためにある言葉よ。何を言ってるのか分かんねえな、サル。人間様にも分かる言葉を喋りやがれ。口先だけの道化師、せめて派手に知らせてやるわ。虚勢だけじゃ俺には勝てねえぜ。喜べ、ここでお前は終わるのだ。
色き世界で恥をかかずに済むぞ。我回転感知線近いぜ。臆して足が動かぬか。見よ、これが若きの桜の舞い散る国よ。我が拳はいかなる障害をも打ち砕く。しかと見よ。